わあ、くら寿司の宝石箱やー。このチャンネルは京都のおっさんがあれこれ紹介する雑食系 YouTuber 京都まるったけ恵比寿チャンネル。ようお越しやすー。はい、皆様こんにちは。京都まるたけ恵比寿チャンネルのなびきです。桜が綺麗に咲き始める季節となっておりました。こちら新堀川にございますくら寿司京都伏見店さんの方にやってまいりました。こちらの方、営業時間11時から24時、駐車場5時台、座席196席のお店となっております。さて、くら寿司、最近ですね、このくらランチというのが、なんかありまして、こちら500円からとなっておりまして、まずこちら旬の海鮮丼500円、それとまあ他いろいろとこちらございます。とろ丼、天丼、カルビ丼、握りに特上うな丼、そして選べる茶碗蒸し、赤だしセットとなっております。注文の方は、タッチパネル形式になっております。こちらの方ですね、ありました、旬の海鮮丼ですね。こちら赤だしと茶碗蒸し、ちゃんと選べれます。はい、注文ボタン押しました。はい、続きましてですね、平日のみですが、かけうどんが130円であるので、こちらの方も注文してまいります。で、このくらランチですね、くら寿司ランチ安の裏にある10年越しの努力というのがございまして、日本近海で取れる国産天然魚を提供する天然魚プロジェクトから生まれた商品で、全国の漁師と直接交渉できる仕入れやネタを切る際の箸材を利用することにで、この値段が実現したそうです。角切りにした赤身と白身がふんだんに入った海鮮丼は、その時期に取れる魚を使うことで旬の魚を楽しめるという利点があり、この海鮮丼はマグロ、シイラ、ハマチなどが乗っていて、ご飯は酢飯になっているので、例えば自分が好きなネタを追加注文してカスタマイズした海鮮丼を楽しむことも可能です。それでは海鮮丼の方到着いたしました。こちら旬の海鮮丼500円となっております。わあ、すごいですね。ウニ、イクラとかありますね。様々な、魚介類が乗った海鮮丼となっております。続きまして、こちらセットの茶碗蒸しですね。やっぱりセットといえでも、これちゃんとした茶碗蒸しですね。それとあと追加で頼みました、こちら。かけうどん130円、平日のみですが130円でこちらかけうどんの方があります。もうこちらすごいですね。これが500円、130円で、これでもね630円ぐらいですかね。それでは、ただ食べていきますので、ちょっと失礼して、食べていきます。まずは、こちらの方ですね、ソイソース、醤油の方、ちょっと上に垂らしていきます。このプッシュタイプのね醤油がねすごいいいですね。それと続きまして、やっぱりこのわさびですね、わさびの方もちょっとだけ、垂らして、入れてまいります。はい、醤油のわさびの方入れていきました。そしたらこちらの方、割り箸の方、割りまして、いただいてまいります。それではこちらの方、実食スタートです。美味しかったです。500円の海鮮丼にそれはね、もうすごい美味しくできてて、よく500円でこれを作れたなと思います。くら寿司さんすごく頑張りました。酢飯の方もね、いい塩梅で酢が入ってますし、こちらの方いくらも入っております。まあプチプチとしております。そしてこちらの方ですね、ウニもございます。すごいふんだんに入っております。まずいわけがない、500円の海鮮丼ですが、まずいわけがない、出ました。ありがとうございます。まあ賛否両論ございますが、500円という値段帯でこんだけの贅沢な具をいろいろとやったのは素晴らしいと思います。そして、こちら130円ですが、かけうどんですね、の方も食べていきます。ちゃんと天かすとね、こちらネギも乗ったうどんで130円で出されてるっていうのは、まあ、これほんまくら寿司さんのね、これ企業努力だと思います。それでは、お味の方はいかがでしょうか。はい、美味しかったです。まあ130円ですからね。
贅沢言ってはいけません、それだけでも あるだけでもめっけもんです本当に、先ほどの、海鮮丼が500円、これで130円、これで630円ですね。で、ランチ食べれるっていうのは素晴らしいです。それでこちらの方茶碗蒸しですね、こちらの方もしっかりとしたちゃんとした茶碗蒸しです、手抜きはございません。こちらの方もいただいてまいります。お、まずいわけがない。これでこちらのものね、セットのね、茶碗蒸し、これ単品で頼むと180円するらしいんですが、ちゃんとこちら具の方もね、カニの具入っておりました。それと180円にしてはね、やっぱりこれセットでね、ちゃんと入ってるの素晴らしいです。それとこちらの方の海鮮丼の方もですね、先もほども言いましたが、500円のクオリティですごい、お腹ね、そこそこ満腹になるぐらい量がございます。全国にくら寿司チェーン店でございありますが、それでちゃんとこれで、ね、統一されたこういうランチね、出せるっていうのは本当くら寿司さんのこれ企業努力だと思います。それと、こちらの方の平日限定ですが130円の、かけうどんですが、それでもやっぱりね130円で出せるっていうのもくら寿司さんのこれ企業努力ですね。私スシローとかかっぱ寿司とかもね、あんましちょっと行かないんですが、まあ、周りないからね、こちらのくら寿司さんが一番近いの で、でこちらの方の、茶碗蒸しの方もね、先ほどカニ身とあとこちらホタテの身もちゃんと入っておりました。それとどうしても目についた熟成大トロ200円、うん、金はあるんや。それでは注文しました、頼んじゃいました。大トロ熟成、200円の大トロですね、こちらの方ちょっと、ゆっくりと食べていきます。ちょっとね凍ってたのでちょっと時間あげてちょっとこの、解凍してみました。それでは、こちら大トロね200円一皿1個200円というね、ねちょっとお高いですが食べていきます。この日ですね、ちょうど給料日でしたのでちょっとだけ贅沢しちゃいました。それでは食べていきます。最高かよ、うん、トロやっぱ美味しいですね。200円とのトロとはいえやっぱりねすごく美味しいトロでした。ありがとうございます、ごちそうさまです。それでは、お会計の方です、こちら旬の海鮮丼500円、かけうどん130円、熟成大トロ200円、合計税込みで913円となっております。ワンコインのね500円のランチでしたら550円で収まったのに、かけうどんやら熟成大トロをね追加しちゃいまして、ちょっと予算オーバーになっちゃいました。